こんにちは、即課塾の久保です。あの、金融庁公式チャンネルで、2チャンネル創設者の西村博之さんがね、対談をしているところが出ておりますいや。私はこれには大いな違和感やっぱありますね。あの、公然とお金を踏み倒すというふうに当時から言っていて、時効を乗り切るためにあの手この手で逃げまくっていてですね。で、日本の司法を、まあ、全く最初から小馬鹿にしてるわけですよ。で、こういう人を金融庁が問題ないというふうに出すってことは、結局、 どんな方法でもいいから、誰を泣かしてもいいから、金を掴んで逃げ切った者勝ちっていう考えを助長することになると思うんですよね。で、結局、その、アクセスが取れる人を優先して、金融庁も、お金に対して正直ではなくって、自分たちの都合に正直であるんだな、というふうなことになってしまうのかなと思うんですよ。真面目にまっとうに生きてる人が、こういった2チャンネルのような利用者とかね。 不当な言い訳をして逃れる人の犠牲になり真面目に生きて何も悪意がない人が強いてげられて最初から花からね逃げることを目的に人に迷惑をかけても私利私欲のためにだったら何をやってもいいんだと言われる西村博之さんと金融庁の面々は気があったというね悲しい現実なのかなとは思いますやっぱり弱者の見方ってのはこの世の中にいないのかもしれませんねまあそうなると弱いものをさらにね叩いて踏みつけてまるで 中国共産党のようにね生きていく世の中がこの日本にもやってくるのかもしれませんまあそうなった時にね私もね正義感ぶることができるかなと甚だ不安ですよなぜなら加害者にならなければ被害者になるというこの理屈が日本にも入ってくるってことでしょ嫌な世の中ですねそれを金融庁が主導してると言えることも言えると思うんですよ皆さんどのようにお感じでしょうかできればね損得ではなくて善悪で生きていきたいですよね私たち日本人魂ってのは お天道様を見ていいるじゃねねえかみたいな、ね、桜吹雪みたいなそんな根性でやってきてるのも僕かと思ったんですけどもね、うん、寂しいですねまあ金がなければね言いたいことも言えないんですけどもそれだけじゃないじゃないですか生きに生きようぜということですよ金はないけど夢があるとかねそんな感じじゃないですかやっぱり私たちはもう一回自分の魂に正直になっていきたいなと思いますまあ正直な気持ちがこれなのかもしれませんね 結局、この西村博之みたいな人を虐げて自分だけ良ければっていうふうな人と、まあ、お嫁さんもね、そういう人を旦那に迎えるわけですから、似たような家庭ができるのかなとか思っちゃうところもありますし、まあ、これ以上ね、あの、攻撃しても、私もね、負け犬の遠吠えみたいになってしまいますんで、あんまり関心を持たずに行った方がいいのかなと思いますけども。でもやっぱりね、これ、せっかく訴訟を起こして、勝訴して、 賠償金を明示された人が1円ももらえないってこんな世の中でいいのかなと思うんですよね私も訴訟してお金を取りっぱぐれたことばかりですけども逃げ切る人がねお金がないんだったら仕方がないかなと、まあ、これはいくらわめいてもしょうがないかなと思うんですけども自分のお金を守るために姑息にも逃げまくってそして逃げ切ってしまうっていうのがあっていいんだろうかと思いますね。 そそれこそ無敵の人っていうのは誰が生んでるのかっていうと「無敵の人」という名称を作った西村博之さんこの人が無敵の人をどんどん生み出してるんじゃないかなと思いでなりません。